皆さんこんにちは、ビーレジェンド志村です。大変お待たせいたしました。パブロ様との、ね、コラボレーション第3弾の商品がね登場いたします。パブロ様とのコラボレーションなんですけれども、まあ、毎回本当に大好評をいただいておりまして、第1弾がパブロチーズタルト風味、第2弾がいちごチーズタルトで、第3弾がこちらベリーモチーズタルトになります。もう本当に毎回ね大好評をいただいております。こちらのねベリーモタルトなんですけれども、本来パブロ様の方で期間限定でのみ販売されている限定商品になります。まあ、そちらのねチーズタルトをプロテインで再現した商品になります。早速ね飲んでレビューをしていきたいと思います。こちらのねプロテインご購入いただくと、こちらのね大スプーンが付属してまいります。こちらのねスプーンにすり切って1杯入れていきたいと思います。そちらでねすり切って入れると、まあ、タンパク質がね 20g 取れる設計になっておりますんで、こちらご活用ください。でこちらねシェーカーの方に本日も水をね 200ml 入れてきました。パッケージのね裏面の方には 150ml から 300ml の水で飲んでくださいって書いてあるんですけど、まあ、自分はねいつもだいたい 200ml で飲みますんで、本日も 200ml 入れております。その辺はね味の好みで水の量を調整してあげてください。濃く飲みたい方は水を減らして、ちょっと味が濃いと感じる方は水の量を増やしてあげるといいです。そちらご調整ください。それでは早速ちょっと開封したいと思います。よいしょ。おっと、すごくいいチーズのタルトの匂いがしますね。パウダーはこんな感じですね。あのベニーモチーズタルトっていうことなんで、あのベニーモのね紫のね色がパウダーにも反映されてるのかなと思いましたが、色味はね見た感じ通常のねホエーパウダーと変わらない色目になっております。ただねそのチーズのねいい香りであったり、お芋のね匂いが非常に際立っております。うん、ものすごくいい匂いですね。よいしょ。おっと、シェイクすると綺麗な紅芋のね色に早変わりですね。泡立ちもダマもできずにね非常に綺麗に溶けましたね。綺麗な色。ちょっとまずちょっと匂い嗅いでいきましょう。うわ、すごく芋のいい香りですね。芋の香りの後にあのタルトのパイ生地のような、ね、非常にいい香りがしますね。ものすごく美味しそうですね。早速ねいただいていきたいと思います。いただきます。うまっ、もちゃくちゃクリーミーですね。ベニーモの感じの後にチーズのタルトのね感じがやっぱり追いかけてきますね。むちゃくちゃご褒美ですね。これはうまい。ちょっと一気にいっちゃいます。うまい。ちょっとうますぎて一気飲みするのをためらってちょっと2回に分けちゃいましたそれぐらい美味しいですね。うめえ。本当にあの、なんですかね、滑らかな紅芋のね、感じの後に、パブロ様のね、チーズタルトの濃厚さ、クリーミーさがね、追いかけてくるような感じ。ベストマッチです、これは。むちゃくちゃ美味しいですね。おやつ代わりではなく、プロテインがもう本当におやつになってますね。飲むスイーツです。まさしく飲むスイーツ。これでこのパブロ様の紅芋チーズタルトを楽しめたらね、本当に最高ですよね。で、驚くことに、これ一食飲んで、タンパク質がしっかり 20g 取れた上で、なんとエネルギーもね、129kcal しかないんですよね。マジでご褒美ですね、これは。素晴らしい。どんな味に近いのかっていうところなんですけれども、もうあのこのパッケージそのままです。このパブロ様のベニーモチーズタルトを飲むスイーツにしたような形だと考えていただければね、分かりやすいのではないかと思います。いや本当に美味しいですね。度肝抜かれましたね。それではこちらのね栄養成分表示なんですけれども、1食あたりエネルギーなど 129.9kcal。これだけねご褒美スイーツプロテインなんですけれども、カロリーなど129キロカロリーしかありません。でタンパク質は 20.1g、
脂質 2.9g、炭水化物 5.2g、食塩相当量 0.6g、ビタミン C 43.9mg、ビタミン B6 が 1.2mg となります。他のね、B レジェンドお兄さんのパッケージのね、プロテインと、本当にスペックもほぼほぼ変わらないです。だけどね、本当にこれぐらいクリーミーで美味しい、ご褒美スイーツプロテインが完成しております。減量中であったり、ダイエット、そういった間食のタイミングにも本当にいいと思いますんでね、ぜひご活用ください。ただしね、今回も数量限定となっております。詳細につきましてはね、こちら動画の概要欄の方に URL 貼り付けておきますんでね、ぜひそちらから飛んでチェックしてみてください。今回も本当に数量限定で早くなくなってしまう可能性があります。ぜひお早めにチェックしてみてください。で、なんと今回紅芋チーズタルト風味のプロテインの販売に合わせまして、なんとあのパブロ様心斎橋店の方で実際にね、このねチーズタルトを期間限定で販売していただくことになりました。で、期間の方なんですけれども、まあ、6月8日から6月30日までという形でお伺いしております。ぜひ、ね、その期間に心斎橋店の方に足を運んでいただきましたら、パブロ様の美味しい紅芋チーズタルト風味を試すことができますんで、本物の紅芋チーズタルト風味を食べて、こちらのねプロテインの方も飲んで、どれぐらい味がね再現できているのか、ぜひねご賞味いただければと思います。実際ね、私たちもパブロ様が作っていただいた紅芋タルトを食べながら、実際にこのプロテインを飲んで、どれぐらいねそのパブロ様の紅芋タルトに近づけられるかっていうような形で試作を行いました。ぜひね、実際食べて飲んで比べてみて、どれぐらい味がね表現できているのかお比べいただければと思います。で、心斎橋店で販売していただくチーズタルトの価格なんですけれども、1200円で販売予定になっております。店舗の方はね、パブロの心斎橋店のみとなります。ぜひね、お近くの方は足を運んで紅芋チーズタルト風味お試しいただければと思います。で、もう一点注意点なんですけれども、こちらね、パブロ様のね店舗の方では、こちらのねプロテインの方は販売されておりません。プロテインの方は B レジェンド公式サイトからご購入いただいて、チーズタルトの方はね、パブロ様の心斎橋店でお買い求めいただきますようによろしくお願いいたします。ぜひこの機会にお試しいただければと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。